皆さんこんにちは。おはようございます。今日は2018年12月の12日朝の5時5分です。よろしくお願いします。今日はね、カメラマンとしては初仕事を控えてます。夕方以降なんでね、皆さんとまったり過ごせたらなと思ってます。よろしくお願いします。はい、ワドツ。おう、ニーニー、おはよう。おはよう。おい、もぐらさん、おはよう。早いね。どこ行くの？いや遊び行こうかなと思って、散歩しようかなと思ってるだけ。僕も行かんよ。早いっつうか、なんだろう、普通に起きただけだよ。プラプラしよう。シアリンさん、はじめまして。 YouTube で和道さんを知り、ふわっちに来ました。あ、ありがとう。よろしく。シャリンさん、よろしくお願いします。どうも。シャリンさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。シャリンさん、よろしく。
してんの？3、この前あえったら即風呂でした。反省します。はい、反省してください。この BGM 名前わかんないな。ごめんね、アンさん。なんか商標利用可能のサイトでダウンロードをパーってしちゃったから申し訳ねえ。海外のサイトあったね。作曲者多分日本人じゃないね。いや多分ね、それ有名曲でしょ。これフリーコンテンツだから、有志で作ってる人だから。海外のサイトだから多分出てこないんじゃないかな。寒い。好き、綺麗だ。
映像来てる？映像来てたら教えて。もう満体かな。アンさん、はい。もう満体。はいはい。チアリンさん、バイ。大丈夫。寒い今日は。延長します。延長するんで、もしよかったらアイテムお願いします。時間のあるときは延長をするので延長アイテムお願いします。ありがとう、定期ありがとう。ニンニ、寒い。静岡より東京の方が寒いね。西の方があったかい。すごい冷えるわ。三定期和土監督氏はふわっちのアイテムリスナーさんの支援で生計を立ててます。ご理解ください、お願いします。そこあれだね、ご理解くださいじゃなくてご支援よろしくお願いしますの方がいいね。なんか謝ってるみたいな感じになるじゃん。俺プライド持ってやってるから、そこはご支援よろしくお願いしますでいいと思うよ。わかった。うん、別に恥ずかしいことしてないからさ、堂々としよう。
算定義は土監督氏はふわっちのアイテムリスナーさんの支援で生計を立ててます。ご支援お願いします。いいと思うよ。ありがとう。今日曇りかな。今日晴れないかね。どよんとしてる雲が。あんまり天気良くないな。今日日曜日だよね。定期アドベントカレンダーイベント開催中24日まで開催中毎日ログインしてワド監督氏に無料アイテムを送ってください。お願いします。4715個目オーナメントクマをプレゼントしました。ありがとう。4716個目オーナメントキャンディーをプレゼントしました。ありがとう。223延長おつ。あ、延長だよ。ありがとう。綺麗な風景を探して散歩してるけど、なかなかうまくいかんね。
なかなか見つからないね。どうかな、ここでタイムラプス撮る。今日でも雲があんまり良くないよね。ここどうかなと思ったけど、ちょっと厳しいかな。任務三定期撮影のために風景探せしながら散歩中。向こう側行ってみるか。撮影のために風景探しながら散歩中。うん、もう一本陸橋挟むか。朝の運動だね。定期、定期コメント打ちミスたまにあります。リスナーさんごめんなさい、気がついたら直します。それは定期じゃないでしょ。それは定期にしたら毎回間違えますっていうことで。それは普通常コメントでいいでしょ。ニンニ天然だから面白いな。いいか、ここだな。こっち側の方がいいな、多分。ここだな。ちょっと角度つきすぎてるな。ちょっと角度つきすぎてんな。もうちょっと探すわ。ここじゃないな。どうしよう。向こう側に行きたい。風景が全然変わるんだよね。タバコ一本吸ってから行こうかな。
か難しいね。綺麗な風景がなかなか難しいよ。にゃんこ、新宿の猫、野良猫みんなブクブク太ってんだよね。タヌキみたいな。美味しい餌もらえるからさ、みんな太っちゃう。全然痩せてない。ここかな、ここかな、ベスト。ここっぽいな。こっちの方がいいよね、ちょい引き気味。ここだな、多分。ここだよね、多分ね。ここだよね。ここで撮るか。ここにします。決まりました。ポイント発見。
何してんの？3、新宿御苑。うん、御苑じゃないよ。都庁。何してんの？3、都庁か被写体が都庁？被写体が都庁だね。ダメだ。ここじゃない。どこだ場所。ここじゃないな。ここじゃないな。ピンとこねえな。ここじゃない。場所変える。シャッター3回切ってもピンとこなかった。下から煽らないダメだこれ。場所変えます。どっから降りようかな。何してんの？3、場所チェンジ。うん、場所チェンジ。目視で見るのとカメラで見るのじゃ全然絵が変わるのね。だからそのカメラの目線っていうのを脳に入れとかないといけない。まだその俺が経験が浅いからカメラの角度とかを計算できてない。変更です。まだ甘いな。多分これ下からの煽りだと思うんだよな。アヒルさん、おはようございます。おはよう。ここだと近すぎる気もするしな。こっからが一番いいんだけどね。延長します。ラフィールさん、ビキニギャル撮影はよ。ビキニギャル撮影。黄色いアヒルさん、カメラマンですか？被写体は？カメラマンですね。今日今撮ってるのはまあ趣味というか練習なんだけど、ね、趣味でもないか。今はね都庁です。
ラフィールさん、まさかおっさん撮影じゃねえだろうな W。任に三定義、和土監督氏のことは、プロフィールに書いてあります。初見さん、いろいろ聞きたい人、プロフィールを読んでください。お願いします。あ、やっぱ下からだ。こっち合ってた。合ってた、合ってた。正解。ここで合ってるな。お、仕事サボ？サボちゃんか。サボちゃんお疲れ。サボちゃんお疲れ。元気だよ。ワド監督氏のことはプロフィールに書いてあります。初見さん、いろいろ聞きたい人、プロフィールを読んでください。お願いします。ラフィールさん、そんなもん踏まえた上だわな。任に三定期、アドベントカレンダーイベント開催中24日まで、開催中毎日ログインしてワド監督氏に無料アイテムを送ってください。お願いします。時間のあるときは延長をするので、延長アイテムお願いします。カメラを2つ使ってるっていうね、配信用のカメラ。トレンタさん、初見何してるんですか？ですね、フィッシングですね。ハゼがよく釣れるんですよ、ここは。ハゼを釣ります。黄色いアヒルさん、頑張ってください。頑張ります。映画に風景ないと思ってんの？バカだろ。
風景が過ぎねえか W。 配信に見せてないだけ撮ってるよ。任務算定義は土監督氏の気分次第ではブロックをします。ご理解お願いします。アンチコメント即ブロックです。ブロックされたくないリスナーさん、コメントしたいリスナーさんは気をつけてコメントお願いします。そんな門覚悟の上田はな。もう場所は決まったよ。ローエングラムさん、今は俗に言うロケハンの状態ですか？いや、ロケハンじゃない。作品作ってる。
美さん、和戸さん、おはよう。おはよう。インに3定義、風景を撮影して編集したりするのも監督の勉強のうちなのでご理解ください。お願いします。亀蔵さん、頑張れ。バカありがとう。ありがとう。ラミールさん、風景の撮り方もセンスがいるわな。 W センス、センス、全部センス。ダメだ、今日雲ダメ、雲が良くない。ダメだ、場所変えよう、撮るもん被写体変えよう。ダメ、曇りがドヨーンとしちゃってるし、日の変わり目だから、明け方だから明るさ変わっちゃう。ダメだ、被写体変えよう。あるあるです。カメラ奥深いね。寒い。へし。寒い。東京の方が寒い。静岡より。静岡あったかかったよ。まだ。全然日にならないぐらい寒い。2度ぐらい違うんじゃないかな、静岡と東京だと。超寒い。何しようかな、日の変わり目だからもう厳しいよな。
何取ろっかな。凛二さん、上着持ってないの？そっか、今日日曜日だから通勤ラッシュがないのか。上着はね、このジャケットと革ジャンとパーカーの3枚しかない。だからこれ秋用だよね、秋春用。パーカー今洗濯しちゃってるから革ジャンしかないんだけど、革ジャンって意外と寒いのよ。革ジャンはあの外から風をそのシャットアウトはできるんだけど、保温性がないのね、革ジャンって。だから中にセーターとか着込まないと寒い、革ジャンは。ヒートデック、ヒートデック着てくれよかったな。天気悪いわ。リンニさん、ダウンみたいなのあるといいけど。うん、ダウンって人生で一回も着たことないな。ダウン着たことない。今の時間は特に寒いよね。寒いね。夜中の2時ぐらいから明け方の冷え込みはやばい。ここが一番寒い。だいたいね、夜の2時から急激に温度下がるんだよ。しかも風呂上がりだからまた風邪ひくな、これ。みんなもね、風邪ひかないようにね、部屋あったかくね。あと乾燥するのが良くないから、あの加湿ね、加湿。先週とさ、お湯沸かして湿度上げたらあったかくなるから、乾燥には気をつけて。凛二さん、加湿器してファンヒーター。うん、加湿器ファンヒーターも鉄板だね、いいね。お風呂上がりなの？お風呂上がり。あ、コロミちゃん、配信のアドバイスしてあげようか。あのね、コロミちゃんね、あのもったいないよ。あの下から撮ってるでしょ、カメラ。多分ね、机に置いてるはずなんだ、カメラを。あれね、女の子が一番ブスに見えちゃう角度の。もったいない、可愛いのに。上から撮りな、上から。上から、斜め上から撮る。配信者女の子は絶対鉄板でやってる。それだけで印象全然変わる。見てごらん、今度他の配信者の女の子見てごらん。毎朝体操やってんだよね。リンニさん、配信今度見てみます。コロビさん、今日試してみるね。教えてくれてありがとう。こうやってみんのと、こうやってみんのと、こうやってみんの、どっちがいい？この角度と、この角度。この角度と、下を向くとね、人間の顔って崩れるようにできてる。コロビさん、上からがいい。
ホワイト将軍さん、久しぶりに見たらなんか雰囲気出てきたな。何の雰囲気よ。コロビさん、ありがとうです。コロビさん、和田さんは優しい。ハートありがとう。解放は逆に下から移せって言ったから優しいだろ、コロミさん解放は上から取ってたから、お前バカ野郎下から移せって、桃七を見習えっつったんだ人によってアドバイス変えるから、ブサイクに移してなんぼだろうっつってひどい師匠だよお前は色物だっつって、やっぱり優しいわら。だから三脚プレゼントしたの、低い三脚プレゼントしたこれをテーブルに置けっつってキャラクターがあるからね。コロビさん、愛のある優しさ。そうそうそう。解放でもね、もしかしたら一発売れるかもしれないよ。空良くなってきたな、雲流れてんな、これがあるから怖いんだよ、雲流れてるよ、これがあるからな、カメラは奥深いよ、これがあるんだよ、晴れてきやがった、参ったね移動した瞬間これだよ、マジか、参ったな。国運タワー行くか。国運タワー。もったいねえや、これ。どうすっか。
それがあっからな。コクンタワー取ろう。参っちゃうよ。カメラはけた瞬間にさ、絵が良くなるんだもん。やだね。だからね、風景系のフォトグラファーのプロの人すごい忍耐力だと思うよ。もう多分この構図だって決めたら張り続けるんだと思う。オーロラの撮影とか、あとなんだろう、山とかさ、ああいう系の1枚の写真で勝負する人はね、もうずっと張り続けるんだと思うよ。で、1枚で多分シャッター、まあ回数切るかどうかわかんないけど、もう絵が来るまで待つんだと思う。そう、一瞬、もう最高の絵が撮れる一瞬のためにね、張り続けるんだと思う。まあいい運動だな。からコクーンタワーってどうなんだろう。ちょっと引きすぎだよな。ちょっと引きすぎだよな。ちょっと微妙。テント張ってる人いるね。そう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 。もうテント張って暖取りながらやってるんだと思う。あ、俺みたいなポンコツカメラマンとは違うからね、飯食ってる人は。レベルが違う。いや、そうじゃなくて、三日月綺麗だな、おい。今日はコクーンタワーの方にしよう。だね、あんまり下から煽って撮ってもダメなんだよね。通行人の足元入っちゃうし、通行人の邪魔になっちゃうから。麦ちゃんさん、確かに。やっぱり都会だからね、人がいなければさ、堂々と好きなポジション取れるけど、やっぱ働いてる人の邪魔はしたくないじゃん。ただでさえさ、働いてねえんだから、社会の役に立ってねえんだからさ。の都庁でも良かったかもしんないな。ダーンってね、ダーンって撮っても、これだと広角レンズないとダメだな。オナニーは終わった。最近いいオナニーしてないな。オナニーはダメだね、もう。オナニーの時代は終わった。寒い。ありがとうございます。花火ありがとう。花火師さん応援してます。匿名さんありがとうございます。ありがとう。生活費の方に追加させていただきます。指定がない場合は僕選ばせていただきますね。ありがとう。花火
いただきます。信号変わんねえな。ワド監督さん、映像編集381,500、生活費195,000。任務3定期、花火アイテムを投げてくれたリスナーさん、生活費か PC 支援が選択できます。指定がないときやワド監督氏が決めたいときはどちらにするか決めます。お願いします。寒い、やばい、痛い痛い痛い、寒い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 よ。風が痛い、寒い、寒い。あ、ダメだ、静岡と全然違う。これ本当に死ぬわ。ホームレスの人大丈夫なのかな、これマジで。冬場死ぬぜこれ。雲が低く流れちゃってるな。これだといい映画撮れないんだよね。雲がビルの半分まで落ちちゃってる。任務3定期、アイテム投げてくれてるリスナーさん、難しいな。くれてるリスナーさん、応援してくれてるリスナーさん、ご支援ありがとうございます。ワド監督氏の代わりにお礼申し上げます。あれ、なんか勝手に変わるんだよな、カメラが。困ったね。 iPod Touch 買おう。 iPod Touch。 あれ、ここじゃないか、上だ。やべ、降りちゃったよ。まあ、いっか。新宿迷路だよ、迷路。新宿は迷路。矢印サード、矢印セカンド、矢印チーフ、矢印監督が最短。いや、最短じゃねえよ、一番遠いルートだよそれ。映画会社に入ったから監督まで行ける人って何百人に一人だわ。下手したら何千人に一人だわ。マジ本気で言ってんのそれ。全然違うよ、最短じゃないよ全然。一番遠いルートだよ。
美さん4771本、ありがとう、オーメンとありがとう、プレゼントしました。さてどうやって切り取ろうかな。どうやって切り取るか。悪くない。寒いね。あ、今ね、あれでね、もう地下だよね、地下ですよ。手が痛い。だとこれが入っちゃうのか、難しいな。対岸から来るか、難しいな。どうすっか。真下に行ってみようか。真下に行ってみようか。配信用に安くておすすめのは、俺のは業務用の機材使ってるけど、これがすごく、俺が今使ってるこれが一番いいかな。これこれクリップタイプ、ネジを回すとこのここはあのガシャって食い込むから、ポールとかに噛みつけるっていう。いやもういろいろ試してるからね、三脚は。でもプロ用が一番安心できるし、プロ用のばっかり使ってるかな。あの一般向けに売られてるやつは使ってない、あんまり。あ、ここの絵もすげえよ、ほら。こっから行く。コロビさん、アマゾンにありますか。アマゾンにあるかな。ここの絵すごいな、これ。アマゾンにもあるかな。でもこれあんまり今おすすめではないかな、正直。あんまりおすすめではないかも。俺が使ってるのは、メインで使ってるのはこっち。でもこれ売ってないから、多分そのカメラとかの機材に詳しくなってから買ったやつだから、こういうやつ、こうネジを回すと開いてここにかませるっていうやつ。
俺は今これを使うことが多いけど、まあ何でもいいよ、三脚なんて使えれば。カメラ屋さんに行くのが一番いいと思うけどね、ヨドバシカメラとか。寒い。またゴミがついてる。うん、地方なのかな。またセンサーか、これ。コロギさん、ありがとうです。あ、ゴミ入ってる。なんだこれ。ひど。ゴミ、なんでこんなゴミつくんだろうな。おかしいだろう。でっけえゴミ入ってるよ。え、なにこれ。こんなゴミつくんだろう。いや俺のカメラ、あーセンサーだこれ多分。これあーそうまたゴミ入ってるよ。なんで？ラキューラガールさん、おかんこに入れてるかな？インミさん、インドバーグのボーカルの渡瀬真希ちゃんだよ。
おかんこに入れてない。おかんこだって買えないもん。なんだこれ、うわ最悪だって。この前清掃したばっかだよ。なんでこんなゴミ入るんだろう。センサーかな。これね、うっぜーマジで。おかしいな、なんでなんだろう。うわーめちゃめちゃ入ってる。なにこれ、ひどい入り方だなこれ。え、なに、MD じゃない。はあ、わまたセンサーにゴミ入ってる。マジでうぜ。なんでセンサーにゴミ入るんだろう。うわーセンサーだわ。え、なんで？しかも結構入ってんだけど。あ、他の子買わねえとダメだなこれ。うわひどい、これはひどい。マジでひどい。この世界は埃がすごいからね。すごい。っていうかさ、入る？だってレンズ交換してないんだよ。何にも開けてないんだよ。なんで？開閉してないのに。ドラキュラガールさん。いや知ってる知ってる。だけど。開けてないんだって。取れた。あ、取れた。センサーだわやっぱ。あ、取れた取れた。センサーだった。取れた。あーよかった。あ、取れた取れた。あーよかったマジで。あー取れた。取れた取れた、よかった。なんで入り込むんだろう。ありえねえんだけどな。あ、もういいや帰ろう今日。心折れた。いや、このメンテナンスに毎回3000円とかかけらんねえもん。無理だよ。帰ろ。んな、カメラマンとしては初仕事だから今日は。そんな前に機材壊したくねえわ。ダメだ、今日は散歩で。ただの。帰ります。寒いし。ご飯買って帰ろう。